神様、なぜ羊という生き物は時にこんなにも無防備になるのでしょうか。大神くん、昼休み中悪いんだけど、三辻さん呼んできてくれるかな。はい。部長に頼まれて呼びに来たわけだが、なんで人が少ない場所とはいえこんな野外で寝てるんですか。これだから羊は、これだから羊は、寝顔子供っぽい、かわいい。大丈夫、普通に起こせばいいだけだ。三辻さん、部長が呼んでますよ。え、これどうすりゃいいの。触って起こすの。うわ、絶対無理、触ったら絶対で襲う。いやいやいや、落ち着け。ちゃんと声かければきっと起きる。三辻さん、あーん、これ企画書か。昼休みまで仕事。三辻さん、ちゃんと寝てんのかな。やばい、これもうマジで無防備、本当に危険。あー、もう見つけたのが俺で本当に良かった。他のやつに絶対見せたくない。いや、今はそういう話じゃない。三辻さん、三辻さん起きてください。ダメだ、もうこれ一刻も早く起こさないと。三辻さん、見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。